気楽に。緊張するわ、YouTube は。行く？いつでもいいよ。はい、行きます。大悟くんのことはずっと知ってるつもりでいるので、ワーマンで教えてください。飯田選手にインスタで水族館と動物園に一人で行ったことがバラされていましたが、そうな、結婚願望を教えてください。何かこだわっておられることがあったら教えてください。名言出ました。そういう感じです。そういう感じです。背番号8番荒木大吾です。皆さんの質問に答えたいと思います。僕は去年のジュビロ磐田戦の荒木大吾選手を見て、サンガとサッカーが好きになりました。荒木大吾選手へ質問です。荒木大吾選手のようなドリブルや仕掛けはどのようにできるんですか、教えてください。俺もいろんなプロのドリブラー見て学んでるからな。あ、他の選手？はい、いろんな各国のドリブラーのプレーを見よう、最初は見よう見まねでいいと思うので、たくさん、チャレンジすることが大切かなと思います。大事にしてることとかある？ドリブルするときに、まあ、まずは間合い、うん、まあ、自分も近すぎちゃうときあるけど、うん、一番抜けてるときは間合いがいいし、あとは自分のシザースはタイミングを取ってる部分のシザースでもあるので、かわすというよりかはタイミング取って動いた方に行くとか、その1回2回やるのはその自分がタイミングを掴んでる時が多い。その間合いを掴んでるみたいなことやね、シザースでってことやな。なるほど。よく聞かれるやん、なんかドリブル、これこの質問多いやろ、はい、ドリブルどうしたら上手くなりますかみたいな、はい、難しいよね。自分でもよく分かんない時抜けちゃうみたいな。ちっちゃい時なんかすごく練習したとかある？いや、小学生ぐらいまではドリブルなんかしなさすぎて逆に怒られたりしてて。あ、そうなの。で、それジュニアに入った時に、ドリブルがないと、まあ、まず面白くなかったし、必要だなって自分には感じて、うん、とにかく想像しながら敵がいるのを想像しながら練習後に自主練でスピード乗ってやったり、うん、カラーコーン置いてやるってよりかはもう想像す、想像で、想像でやってました。荒木選手こんにちは。京都市在住29歳のあずです。荒木選手に質問です。飯田選手にインスタで水族館と動物園に一人で行ったことがバラされていましたが、次に荒木選手が一人で行ってみたいスポットを教えてください。バラされたんだ。そうな。一人でさ、水族館どういう感じで行くの？好きな、もともと。いや全然別に。そうだから恥ずかしかったっす、チケット。そう、しかも金髪だったし目立つもんな。目立つから、うん、帽子かぶってマスクしてサングラスかけて。動物が好き、魚が好きっていうわけではない。動物はまあ好きなんですけど、好きというか、まあ、見てて楽しい感はあるんですけど、うん、動物園行った時は真夏に行って、もう動物全員食ったりしてて何も面白くなかった。一人で行って、いつか誰かと行く時の用のために下見っすね。次行きたいとこ、あれっすね、天の橋立あたり。おお、まだ行ってない。行ってないです。本当は誰かと行きたいですけど、ね、行ってくださいって言ったら行ってくれる人募集します。神岡市に住んでいる小5のゆうりと小3のはるせです。サンガでの初ゴールかっこよかったです。そんな荒木大吾選手に
3つ質問をします。1つ目は試合前のルーティーンはありますか。2つ目はサッカー選手になっていなかったらどんな職業についていたと思いますか。3つ目はサッカー選手になるために小さい頃していた練習方法を真似したいので教えてください。よろしくお願いします。これからも応援しています。がっつり大悟が嬉しいよな。よくアンケートとかにもあるけど書くのむずいっすね。いっぱいある？いや、ないっすね。そんなない。ルーティーン作るとそれに頼りすぎる。まあいろんな選手も多分他もあると思うんですけど、うん、俺もそっちタイプで割とそれにこだわりすぎてやっちゃうと、うん、型にはまるというか。だからあんまり音楽も同じの聞かないし、うん、バスで入場するときイヤホンつけてるけど俺いつも音楽流してないから結構動画見ることが多くて、うん、バスの中で、うん、アバース降りるときに切んなきゃと思って切ってそのまま来ちゃう。あ、なるほどね。それがルーティンなのかな。サッカーやってなかったら。そうそうそう。サッカーやってなかったら多分普通に就職して普通に働いた。もうサッカーが考えられへん感じ。一番最初、うん、本当に多分一番幼稚園ぐらいはガソリンスタンドの店員。めっちゃ可愛いやん最初は。これはまず覚えたの。匂いが好きだった。やばいな。で、大工さん次、うん、意外と作るなんか、なんか作ったりするのが好きで、うん、そっからもうサッカー選手ですね。あ、そう。やりたかったので大学の時ももう3年の時に就活しないと親に言ってもう1本でなんか言われんかった親に。言われなかったですね。嘘。別になれなかったらその時に考えればいいかな。あ、お母さん、お父さんか。よろしいです。いいね。あ、俺めっちゃ言われる。サッカーできるやって別に無理ならそっからいくらでもできる謎の自信もあったんで。ああ、なるほどね。いっぱいあるけど。ずっとやってんたのは多分家の中とかでもできる。もうトータッピングって分かるかな。ボールをなんか触る練習。あとはもう感覚つかむためだけにコーンドリブルとかずっとやってました。小学校の時。小学校の時、まあ、最初のはやらされてたのかもしれないですけど。親に。でも俺はさっき大悟言ってたイメージするっていうのは大事だと思う、はい、すごくなんかな、いろんなこと考えて相手がこう来たらとかさ、はいはいはい、肩じゃないけどさって大悟が言ってました。はい。一緒っすね。一緒やね。こんにちは、京都市在住のまさみと申します。荒木大悟選手に質問です。イケメンでおしゃれな大悟さんですが、髪やファッションで何かこだわっておられることがあったら教えてください。いつも応援しています。頑張ってください。髪、襟足を切らない。確かにそう言われれば大悟はずっとそうやな。そうですね、流行ってるもの後か先か分かんない。先を行きたくなる。先読みで分かる。これは早くやるかもしれない。映像とか見れても、あ、目立つようにね、シンプルね。でも本当にサング入ってからそういう、あ、そう、明るい色にしたの。あ、岩田の時全然知らない。岩田の時はそうですね、あの禁酒でしたね。禁酒された。禁酒されたって恥ずかしい時もあるんですけど、ね、紫ですよ、紫。あれもんちゃんがやってたんか。ほんちゃんは、ほんちゃんが一番派手。そうか、はい、ファッションは？ファッション、ファッション、そんな。ファッションもサッカー選手すぎない格好は心がけてます。
ごめんなさい、サッカー選手すぎない格好。今だって普通だけど、うん、大悟こうブランドもバーンって着てるってイメージはないよね。そんな別にこだわんないです、ね、なんかあんまりブランド感に縛られてくる名言出ました恥ずかしいなんか、でも俺はタカとか似合うじゃないですか、うん、あのブランドが。でも俺は押し出せないというか、うん、そういう感じそういう感じです。京都府在住26歳中川です。これもあんの？まあ、大悟くんのことはずっと知ってるつもりでいるので、まあ容姿端麗な、そして京都のプリンスと言われ高い荒木大悟選手に質問です。大悟くんが作る一日で必殺女性を落とすためのデートプランを教えてください。やったな。やられた。必殺よ。可愛い後輩がね。そうや、教えてほしいんちゃう。結婚してるし俺より先輩確かにそんなやってたな、たかに。しかもえぐい質問来たか。必殺？必殺デートプランですか。嵐山であれですね、人力車一日やで。まずじゃあ朝起きようか。え？まず昼からでいいですか？昼からにする。朝はじゃあ朝にだってあっちも準備あるんで。ああ、そこは整えてな。そう、整えてもらって昼ご飯。うん。昼ご飯、まあ、軽めでお蕎麦。軽めのお蕎麦。食べて人力車嵐山に行って、人力車いいんですよマジで。多分あの人力車、あの竹のところ通るって。そう恥ずかしがらずに乗って、うん、ちなみに帽子はかぶってる。そう、帽子かぶんですか。かぶんない、もう金髪でバンって言って。いや、最初のデートは黒で確かに黒で、うん、で、そうっすね、そっから、まあ、嵐山見るとこいっぱいある。うん、2人で食べ歩きして、うん、いいね、いいじゃないですか。で、車でそのまま今度は祇園の方に、もう暗くなるんで、うん、夜の祇園いいじゃないですか。いいね、あの通りとか雰囲気ね、うん、あの雰囲気醸し出しておしゃれなお店入って、うん、ベタやねベタじゃあ、ちょっと、大悟。その嵐山をじゃあ、下調べしていくってこと？そう。下調べとかするんや。します。すごい。優しいな。あ、じゃあもうそこで全部バー紹介できるように、アテンドできるようにも。いや、あと、知らない風に行きます。初めて来た感じで？それもバレるから。お前、これでバレてまえ。そうか。これリアルな話です。リアルな話サプライズとかせえへん。サプライズ必殺やで、だってヒロトもやっぱそういうの知りたいんちゃう。必殺サプライズみたいな。こいつ、いや、ロマンチストなんて意外と。あ、そうなんだ。俺にわざとそういうの多分できないと思って聞いてきてる。サプライズ、いや、本当に付き合いたい人にですよね。うん、いや、いきなりプレゼント渡すのはおこがましいんで、うん、やっぱむずいな。いや、もうやっぱ思いを伝えるっていう、ストレートに。やっぱ自分発信にいかないとって思ってますそうやな、大悟っぽいな。
ありがとう。熱いい質問やったな。一番嫌な質問。こんにちは、国立美優です。いつも応援しています。私は高校からサッカーを始め、男子の中に混じってサッカーをしています。選手権大会で引退してしまうんですが、どうしても周りに走りが追いつけなくて困っています。どうしたら走りが速くなりますか？男子に混じってサッカーやってるんですか？みたいね。好き。走りが速くなる方法、自分を遅いと思わないっていうのがまず大事かなと思うのと、やっぱ意外と予測とか、サッカーで用意なんじゃないから、うん、予測とか、うん、あとは一歩早く出てる感を出すのってすごい早く見えるから、うん、自分もそれを意識してやってるんで、自分も遅いと思わずに早い風な間違いそうですね、はい、それは間違いなんだろう、別に1、2本が早ければいいから、うん、予測して一緒にやってるサッカー部の子たちよりも予測して早く動けば早いなって周りから思われるんじゃないかなと思います。その速さの意味がな、まだちゃうもんな。準備と予測でほんまに全然速くない。俺も足遅かったけど、それはめっちゃ俺だから遅かったけど、速い速いって自分で言い聞かせてもらった。俺もそうっすね。速い打ってるって言ったね。大悟どうなんやろ、速いんかな。俺は割と速くは見えるけど、自分の中ではなんだろう、別に 50m も 100m も速いと思わないし、ただなんかサッカー中だったら、特に自分がボール持ってる時とかだったら、なんか相手より一歩早く出たらもう勝ちと思ってるんで、その辺は意識してやってます。そこのスピードね、そうそう、一瞬のな、一瞬です、うん、周りの男子に負けないくらいの気持ちを持って頑張ってください。京都市在住の13歳かりんです。荒木選手に2つの質問です。1つ目はサッカー選手としての目標を教えてください。2つ目は荒木選手の結婚願望を教えてください。いつも応援します。差がすごいな。すごいとこついてくる。両極端。でもいいんちゃう、俺はこんなすごくいい質問やと思って。じゃあさっき結婚願望にしようか。ありますよ、それは。あります、結婚願望。願望はあります。サッカー選手早いもんな、自己管理とかもな、ね、遅い方っすよね。だから27、そうやな、少し遅いのかな、うん、じゃあサッカー選手としての目標。サッカー選手としての目標っすか。うん、なんて答えればいいんだろう。これはあの大事じゃん。大事っすよね、うん、いや日本代表入りたい、日本代表になりたいっていうのは多分全選手が思ってることだから、うん、それは自分自身もあるし、あと10年は、まあ、トップレベルじゃないですけど、そういうリーグでプレーしたいな、うん、あと、うん、自分を目標としてもらえるようなファンを増やす、自分のプレーは特徴があるプレーだと思うんで、そういう選手がめちゃくちゃ増えてきてもらえれば、もうなってるやん。やっぱりね、大悟選手みたいに既に来てもうちょい日本まだまだかなと。昔は海外でやりたいとかもちろんあったし、今めっちゃ言ってるじゃないですか、すごい羨ましいと思うし、 J リーグも自分的にはすごい好きなので、もちろん J1 で
優勝 したいし、全国優勝したことないんで、全国優勝って言ったらいいのか、もうそういう、それ優勝したいし、そこで自分が活躍できるくらいの選手になるっていうのは、引退するまでの目標かなと思います。OK。はい。いや、むずいな、目標って。な、サッカー選手。それは俺だって18歳ぐらいまではレアルとか入りたかったんですけど。うん。その、でもまあ、口にするのをためらう年とかさ、年齢に自分の実際、現実に考えてとかさ。遅くても代表だってあるじゃないですか。うん、全然ある。全然。まあ、ただ、そういう目標はありますけど、目の前も。京都府在住17歳ヤママさん、荒木選手はじめまして、こんにちは。京都サンガ FC のチームメイトの中でこの人はすごい、尊敬すると思える人はいますか？またライバルのような関係の人はいますか？ J2 優勝できるように応援しています。はい、尊敬できる人。いや、自分より、まあ、下、年齢とか関係ないですけど、長くやってる選手のことは全員俺は尊敬してます。でも本当ね、うん、だって長く続けれるってことはそれだけの能力があってやってきた人だし、で選手それぞれ個人的な悩みもあっただろうけど、それを乗り越えてみんなやってきてるわけで、そうっすね。まあ年数じゃないのかもしれないですけど、そこはすごい誰か個人で決めつけることはちょっとできないです。みんな尊敬してるから、これは本当にそうっすね。でもその中でも誰森くんのとかかな。自分には絶対持ってないものがあるっていうのもそうですけど、結構世間から見られる森脇君とはちょっと違うじゃないですか、チーム内でも。そういう部分に関しては、その見られてない部分でやってることに関してはすごい、もうたまに家帰った時でもすげえなの人と思います。ああそう、はい、これ森君に見られるとちょっと森君テンション上がって、ははははは。でもすごいね。でも本当にそう思います。うん、あとどんなにいじられても怒らないし。そうやね。いや本当にすごい、うん、感情が一定というか、うん、ライバル関係の人。いや先輩の竹富くんでも許しとこうかな。レイソルライン、レイソルラインの竹富くんは本当にジュニア、俺が中3の時の高3で、うん、10番で、うん、で竹富くんの代すごい強くて、酒井宏樹くんとかの代なんですよ。もう大スターですよ、俺からしたら。10番でめちゃくちゃかっこよくて、その選手と今やれてるのは同じフィールドに立てたってことだし、負けたくないっていう気持ちがありますね。はい、同じポジションだし。ね。そういうことにしてください。OK。ありがとう。今年サンガは J1 に上がる最大のチャンスだと思っているので、残りまだ試合ありますけど、ね、面白くて。強い、圧倒的に強いサンガを見せれるように、自分も活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。この動画が面白かった方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。